化け誰だったんだ。お化けあれ先生で。あ、先生だった。先生何してたの。飲みすぎててゲロってんだな、それ。あ、だからか。で、あー出たーみたいな感じしてた。面白かった。まあ、そういう人。実際、あんなキャンプ場なんか本当に真っ暗だからわかんねえよな。本当に出るとは思わなかったんです、最初。釣られて一緒にこっち来たのとしか思えない、うん、なんであそこを通ろうとしてたのかもよくわかんないけど、後ろの車煽ってきてんのかなる。知ったこっちゃね、勝手に抜かしててください。こっち来たい。あー見えない、見えないからやめろ、うん、見えない。そうです。
たしな、ゆっくりして育ったやついたしな。対抗性来てるよ。はい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 。表現するよね、うん、ブビネーってあだ名で酒屋さんで呼ばれてる。毎日6缶の缶ビール買って帰るらしい。6缶うん、毎日ね。飲みすぎだろ。何この音、裏なんか鳴りそうな音がするけど大丈夫。後ろ、あ、走ってった。いや、さっきのグーッと出してた。あ、まあ、いいや。あれか。